どうも、ミミシキです。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回は、動画編集アプリ、ブロに、新しく追加された機能をちょっとご紹介して、その使い勝手を実際にテスト、検証してみたいと思います。ちなみに、まだ知らないって方のために、ブロって何なのかってね、説明しておきますと、編集機能とか、権利関係とか、そういったことを総合的に考えると、おすすめできる動画編集アプリでして、過去にもブロに関する情報をいろいろ紹介させてもらってます。もし興味があるって方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひね、そちらの方からチェックしてみてください。はい。で、そのブロなんですが、今回アップデートで新しい機能が追加されました。どんな機能かっていうと、その動画に映っているものの背景を消すことができる機能です。動画編集で背景を消したいっていう時は、こういった感じに人物を切り抜いて背景だけを差し替えるときなんかに背景をね削除したくなると思うんですが、例えばよくあるのがチュートリアルの解説動画であったり、あとゲームの実況動画なんかにこういった手法をよく使います。で、これまで一般的には編集で背景を消したかったらグリーンバックといって被写体の後ろに緑色の布とかスクリーンを置いた状態で撮影をして、黒巻き合成っていうね、機能がついているソフト、アプリなんかで加工してあげる必要があったんですよ。ところが、今回ブロに新しく搭載された背景削除機能を使えば、そんなわざわざめんどくさいグリーンバックで撮影しなくても背景を消すことができるようになったっていうことなんですね。これすごくないですか？でも、実際、綺麗に背景を削除するっていうのはちょっと案外難しくて、ちゃんとグリーンバックで撮影してても綺麗に背景消せなかったりするんですよ。というわけで今回はそのブロに新しく搭載された背景削除機能というものが一体ね、どんなものなのか、どれぐらいの精度で背景を消すことができるのかをちょっとね、いろいろ試してみたいと思います。なので、スマホで動画を編集する方とか、動画に映っている背景を消したいって方はぜひね、この動画を参考にしていただきたいと思います。はい。では、ブロを立ち上げて、新たなプロジェクトを作成して、で、背景を消したい動画をいくつか読み込んでみます。で、選択し終わったら、右下の赤い矢印ボタンをタップします。で、プロジェクトの名前を付けて、プロジェクト作成ボタンをポチッとタップします。まず最初に、背景を削除する方法ですが、はい。背景を削除したい動画を、はい。タップして、選択してあげて、はい。下にいろんなね、アイコンが出てきますので、その中にある、この背景削除っていうところをタップします。そして、この左下にある背景削除っていうところをタップして、オンにしますと。はい。するとこんな感じに、はい。背景が真っ黒系になりました。これで背景を消すことができているんですけども、ちょっとわかりにくいので、背景を緑色に変えてみます。はい、こんな感じで背景を削除することができました。この感度っていうところのメモリを調整してあげることで、このね、背景の消し具合の感度を調整することができるんですけども、背景の状況によっては、まだいろんなものがチラチラ映り込んでしまう状態ですね。でも、たったこれだけの操作で背景を削除できるって、ね、結構すごいですよね。では、今度は背景が比較的シンプルなもので試してみます。動画を選んで、背景削除、背景削除をオンと。はい、どうでしょうか。うん。比較的綺麗に、はい。背景を削除することができています。じゃあ次に、人型のお人形さんでちょっと試してみます。はい。どうでしょうか。うん。まあまあ、はい。人として一応認識してるみたいですね。じゃあ今度はキャラクターものでちょっと試してみましょう。はい、どうでしょうか。
うん。まあ大体、はい。あ、ちょっとチラチラと背景が映る感じですかね。うん。でもまあ大体、はい、綺麗に抜けていると思います。では今度は背景は比較的シンプルだけど、はい、人型じゃないもの、はい、この恐竜でちょっとやってみます。どうでしょうか。あ、ちょっと厳しいですね。うん、なんかチラチラして、はい、綺麗に抜くことはちょっと難しい感じです。はい、では今度は猫ちゃん、動物だとどうなるかちょっと試してみます。うん、猫は綺麗に抜けないっぽいですね。はい、もう何も映らなくなってしまいました。ちょっと精度を調整したらいけるのかな？うん、なんかうっすらぼんやり、はい、耳のところが映ってるだけで、はい、やっぱり、うん、動物は難しいっぽいですね。それじゃあ今度は、まあ動物でも比較的人間に近いこのお猿さんをちょっと抜いてみたいと思います。うん、お猿さんもちょっとやっぱり厳しいっぽいですね。はい、なんかチラチラ映ったり消えたりして、はい、綺麗に背景を削除するのはちょっと難しいっぽいです。では最後に、はい、人物だとしても複数に映っていたらどうなるのか、はい、これをちょっと試してみたいと思います。はい、やっぱり複数人ですと綺麗に背景がね、削除できるところと、そうでないところがやっぱり出てきてしまう感じですね。はい。まあ、人物がね、手前にいているのか、奥にいているのか、中央か、左右に配置されているのかで、綺麗に切り抜ける人と、そうじゃない人がやっぱり出てくる感じです。以上のことから、やっぱり綺麗に背景を消したかったら、できるだけシンプル、単色、フラットな背景で撮影するっていうことと、背景と被写体とのコントラスト、着ている服とかですね。この差をくっきりつけた方が背景をきれいに抜くことができると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は動画編集アプリ、ブロに新しく追加された背景削除機能をご紹介させていただきました。単体に写っている人物を切り抜くっていうのでしたら、比較的きれいにできますので、背景を消して、合成した動画を作りたいって方は、ぜひ一度試してみてください。はい、といった感じで、今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、動画や IT を活用して、日々の生活を豊かにする情報をお届けしています。もし興味を持っていただけたら、ぜひね、他の動画もチェックしてみてください。この動画が少しでもためになった、参考になったという方は、高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。